さあ今回は2020年2月の19日にいよいよ降臨しましたモンスターハンターライダーズ、こちらね遊んでいきたいと思います。開発中の、まあ、データを使って遊ばせていただくことになっておりまして、据え置き機、今まではモンハンって据え置きだったと思うんですけども、据え置き機ではなくて、スマホでできるというねモンハンになっておりまして、非常に楽しみに、しておりました。まあ、一体どんなゲームかということを簡単に説明していきたいと思います。まず2020年2月の19日にリリースされましたと。でモンスターハンターシリーズの最新作のスマホアプリとなっております。で縦型の、コマンド入力 RPG になってまして、今までは狩猟関係にあったハンターと、まあモンスターが、ライダーとお供になって、まあ、共闘するという、ね、夢の作品となっております。強大なねモンスターをいとも簡単に手なずけているわけですよ、ライダーは。さすがです。でシリーズでおなじみのモンスター、まあ、例えばこのリオレウスとかジンオーガとかね、ナルガクルガとか、まあ、こういうモンスターたちを、まあ、育てて集めて、クエストに挑むと、まあ、そういうねゲームとなっております。でストーリーは完全にオリジナルですよということ、そしてキャラクターデザインもねめちゃくちゃ力入ってんすわ。見てください、これこの作り込みを。でね、若干その胸元が揺れるっていう、なんかそのサービスポイントまでついていると素晴らしい、さすがカプコンさん。そして 2D イラスト見ていただくと分かる通りすごいんですよね。まあ過去作の、まあこれ多分人王が装備だと思うんですけど、まあ結構再現もされてるし、しっかりと作り込まれているという感じでございます。で、声優陣さんね、声優陣さんも豪華な声優陣さんが担当されていたりとか、あとガチャで、まあ、こういうキャラクターを、キャラクターっていうか、まあ、ライダーかをゲットしていくことになって、でクエストでお供をゲットしていくっていう形になると思うんですけど、ガチャね引き直し最初できるんですよ。最初引き直しが 10円だったかな、引き直しできるようになってて、リセマラし必要ないっていう神ゲーだわ。ちょっとね、ガチャどんな感じになってるのかちょっと見ていきましょうか。このね、フレデリカちゃんまだ持ってないんだよね。フレデリカ出てくんねえかなと思ってんだけど、ちょっと一回充電してみましょうか。タップ。あ、銀色か。はい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 。うん、魚ね。これはシリーズおなじみの、なんかその、ハンター定食的な。ちょっとどうなんで、これもどうなんで、ちょっと微妙ですね。枠がね、金っていうか、虹色っぽくないと多分。レアリティ高いやつは出ないんでね。どうです、あれ引き弱かこれ。あ、これ銀だ。これ4かな、星4。はいはい、シモン。これも銅だからダメで、銅だからダメで、やばい。引き弱人類感すごいかもしんない、これ。引き弱人類、同じの出すぎじゃないこれお前来すぎだろ。どう考えても、まあ、こんな感じでね、まあ、引き弱人類でしたっていう。あ、おまけ結果来た、ブラキディオスの卵を漏れました。卵の話はちょっと後でしましょう。まあ、こんな感じで、まあ、キャラクターっていうか、まあ、ライダーがね、ゲットできますよという、そういう感じですね。じゃあ、ちょっとバトルシステムが、まあ、どうなってるのかっていうのをちょっと簡単に説明していきたいなと思うんで、ちょっとクエストに行きましょうか。ちょっとね、イベントクエストのこの襲来クエストっていう、まあ、攻略クエストなんですけど、この中級あたりでちょっと試してみようかなと思うんですが、ですね、パーティーは、3人っていうか3組で、まあ、1つのパーティーになるっていう感じですね。オトモンとライダーを、まあ、1機として数えて、まあ、3機で1パーティーみたいな感じです。で、もちろんね、ちょっとバトル開始しますけど、相手によって、まあ、切り替えていく必要があるんですよ、自分のパーティーを。さあリオレウス来た。これね、モンハン特有の、あ、てかこのシステム的には自分がなんか指揮官っていう立ち位置、そのこいつらにその偉そうに指示を与える指揮官っていう立ち位置なんですよ、自分は。でこいつらを動かすっていう、行けオラーっていうパターンね。でバトルシステムはここにコマンドがあるんですけど、このコマンドを選んで戦っていくっていう、そういうゲームになってまして、でヒットポイントと SP があって、 SP はターン開始した開始時に溜まるんですけど、最初はこの65とかいう技打てないんで、この技打ちたいんで溜めるためにとりあえず戦います、普通に。で相手の弱点を突くっていうのがやっぱりモンスターハンターの醍醐味でございますんでね、どうやって見るかっていうと、相手のモンスターをタップすると、そうするとまあこういう風に属性耐性とか
まあ、状態異常耐性っていうのが出るんですけど、ここの属性耐性で、こいつだったら非属性 100% つまり耐性があると。で雷属性マイナス50、竜属性マイナス50ってことで、雷と竜には弱いですよっていう、まあ、そういう話で、状態異常もこんな感じで、まあ、麻痺とか閃光は、効きますよみたいな感じになってますね。だから今回のパーティーは全員ジンオーガーにしてるんですよ。なんでかっていうと雷属性なんで弱点つけるっていう、こういうね組み方が大事、非常に。ちょっとね打ちたい技があるんですわ。それ竜の加護なんだこれ。イオレグスの攻撃ランが上がった、防御ランが上がった。なるほど、バフね。そんな悠長なことしていいんでしょうかこの人は。こっからずっと俺のターンします。ずっと俺のターン。モンハンで皆さん強い、まあ、技というか強い戦法ってなんだかわかりますか。そうなんですよ、マヒカメ。マヒカメ、ですね、あのジンオーガの技、これ長押しすると見れるんですけど、敵単体に遠距離攻撃を仕掛けつつ 35% の確率でマヒを付与するっていう。そうなんですよ、マヒハメしていきましょう。全員これ打ちます、全員これ打ちます。ほらーほらーほらー3分の1ひりぐいとも簡単に。であとは雷属性弱点なんで、例えばこの疾風ソーライガっていうのをこのなんか雷のマークついてると思うんですけど、これでこう選択するとこのウィークってなってるじゃないですか。ウィーク、これが弱点って意味。ぶちかましましょう。かっけ、かっこよ。4227、めっちゃ食らった。逆に今耐性がある貴属性の攻撃、例えばバーニングスマッシュ、これ打ってみましょうか。そうするとレジストってなってるんですよ。これ抵抗って意味ね。要は弱点じゃないですよっていう。はい、いきます。これ打ってくと、これマリーちゃんすかわいいんだけど、めちゃくちゃかわいいんだが全然食らわねっていうね。全然食らわんっていう。だから合計270ぐらいしか食らってないっていうね。弱いっていう、まあ、だからこそ弱点をつくっていうのは大事、非常にね。ちなみにこれね、スピードも変えれて、この感じでオートみたいなこともできるし、あと技禁止オート、技使用 OK オートもできるんですよ。だからこのまま、お好みで使い分けていただくっていう感じですね。ちょっと、まあ、SP がないんでちょ SP を貯めたいっていう。ちょ早いっしょこれ、こうやると。さ、そろそろ起き上がってくんねえかなこいつ。このままだと俺ずっと俺のターンなんだけど、ずっと俺のターンっていう。お、このね、今ピカーンってなったの分かります？これが記憶石、記憶石っていうのかな、記憶石っていうやつで、ダメージアップします。使うとね、1.5 倍だかなんだか上がるんで、まあ、ここぞっていうタイミングで強い技を打つときに使うという、まあ、そういう感じですね。まあ、ちょっととりあえずもういいよ、起きていいよ一回。リオレス君、ちょっといつまでこいつ、いつまで麻痺してんだ。ちょっと行くか、これ。じゃあこの記憶石を使って疾風ソライガ、これ威力370ぐらいあるんで打ちかましていく。ダメージアップ効果発動。さっき4000いくつとあったらね、確か。おらー、どんぐらい、6383。いいね、いいぞ。おらーやっと3分の1か。お、目覚ましたな。で、竜の怒りで、これバフかな、バフを自分にかけていく。悠長ですね、この人は。非常に悠長。そんなことをしてるとまたずっと俺のターンしますけどね、これ。ライコーダーぶちかましていくか。こっちのが麻痺確率高いな。40%、こっちの方がいいか。ほら、もう一回おねん、もう一回おねんねしろ。あ、おねんねしない、おねんねしない、やばい。まずい、ちょっと SP 管理ができていない。で、ライコーダー打って、これ麻痺して、麻痺してください、お願いします、お願いします。しない、くそ、ちくしょ、なんだ、メッカ球。あ、くそ、ダメージを食らってしまった、やけども食らってしまった、まずい。くそ、あいつやりやがるな。じゃあまあひたすらにね、こっちは麻痺ゲーを仕掛けるっていう。ほら、麻痺してろ、麻痺して、全然麻痺しないじゃんこいつ。やるな、こいつやりやがるな、なかなか。耐性ができたか、麻痺の。ほらーほらーかわいそうに、ずっと俺のターン。ほらー、麻痺して動けない、かわいそうにな、かわいそうに、非常にかわいそう。
思ってないけど、全然思ってないけど、おらーせいやーという感じでバトルが進んでいくと、まあ、シリーズ通して言えることはね、あのね、弱点をつくっていうことと、あと麻痺強いっていうことっすね。はい。で、じゃちょっとパーティー編成についてちょっとやっていきたいなと、思うんですが、パーティー編成そんなに難しいことなくて、人とね、お供を組み合わせて一気にして、でそれをまあ3つ作るとパーティーが出来上がるっていう感じなんですけど、まあ人選ぶじゃないですか、まあ、マリーちゃん選んで、でそうするとこうお供が周りに出てくるんですよ。で最初多分あまりないんだけど、こうクエストを進めたりとかするとこの卵をもらえるんですよね。卵をちょっとリオレイウスだったりを設定すると、まあ、こんな感じでタッグ結成みたいな、これがまあ1期って数えて、まあ一応3期でまあ1パーティーみたいな感じになるんですけど、ちょっと卵を、そうだな、まあ、フルフルあたりをじゃあちょっと孵化するか。フルフルは相変わらずちょっと若干気持ち悪いってね、フル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 さんは。お供誕生していく。お供によってそのステータス変化を起こしてくれるんですよ、ハンターに。ほら今プラスなんか 168% とかパーセンテージが出てますよね。まあこのパーセンテージを見ながらどのお供を連れていくかっていうことも大事だし、あとそのお供によってタイプが違うんですよ。例えばジンオーガだったらこの雷属性のまあ攻撃ができるし、ナルガクルガだったら無属性だし、リオレウスだったら非属性みたいな感じなんで、まあ相手の戦うモンスターによってこの、まあ、パーティーを切り替えていくみたいな、まあ、そんな感じのイメージですね。でね、この発動家っていう青いマークあるでしょ、これが、タッグ特性って言って、ハンターが持ってる特性とお供が持ってる特性が同じだとそのタッグの特性が なんか付与されますよみたいな感じで、例えばこいつを決定するとタッグ特性、タッグ防御強化水みたいなのができるんですよ。まあこういう、まあ、タッグ特性も、まあ、うまいこと活用してパーティー組んでいくみたいな感じになります。でね、まあ、でも分かんなかったらこの自動編成っていう、これ押しとくと、これ押しとくと一番その戦力が高くなるようになんか自動的に組んでくれるっていうのがあるんでね、これも活用していただいて組んでいただければなと。でこの加護っていうのが、まあ、要するにまあお守りみたいな今までのやつで、まあステータス変化巻き起こしてくれるっていうやつなんで、まあ、この辺もうまいこと活用していくっていう感じになりますかね。で技もね、自分で選択できるんで、まあ、一番いい技を、まあ、設定していただければいいかなと思います。でね、クエストなんですけど結構いくつか種類があって、基本的にはこのメインストーリーを、まあ、周回していただくのが一番最初の、まあ、やることだと思うんですけど、他にもライダークエスト、ライダーストーリーか、まあ各ライダーの、まあ、サブストーリーみたいなもんですよねこれ、とかあと、イベントクエストね、お供を獲得できるお供クエストとか、あと周回クエスト、これ攻略クエストですね、これ攻略クエスト、周回するっていうよりも、まあ、攻略すること自体に楽しみを、まあ、見出すみたいな、そういうクエストで、このラギアクルスは、周回クエストです。これは周回すると、ラギアクルスの素材がゲットできて、で、ショップの交換所とか行くとラギアクルスの素材によって卵もらいたいとかするんですよ。まあ、ちょっとまだ全く素材が足りてないっていう話はあるんだけど、まあ、この辺の天輪のマークとかね、この辺もなんかシリーズ通して同じですよね。この辺のマークを集めて、まあ、卵とかと交換するみたいな、そういうイメージですね。でこの決戦大会の覇者ラギアクルツはクリアするごとに難易度が上昇するやつ、まあ、エンドコンテンツですよね基本的には。でこれクリアすると称号がもらいたいとか、するよと。でデイリー、これが大事ですね。結局ね、最初はやっぱり強化、まあオトモンもしくはライダーを強化していくっていう必要があるので、どうしてもなんでこれはね、毎日周回していただく必要があると思います。で他には施設の説明なんですが、さっきガチャはやったから、あと強化ですね、強化、強化しないとね、どうしてもやっぱり詰まっちゃう部分が出てくると思うんですよ、やってれば。なんで、まあ、ハンターを例えばじゃあ押して、でこれ選んで強化、まあ、限界突破もできるんですけど、限界突破してレベル上限上げたりとか、この強化ね、強化をして、例えば強化しっぱってやるとレベル50までいけばバーンって上がるみたいな感じになってまして、戦力が一気にドーンと伸びるみたいな。ただね、これね、ものすごい量のまあアイテムとゼニーが必要なわけですよ。だから毎日まあ欠かさずにそのデイリークエストとかをまあ周回していただく必要があると。
で他にも観測隊、まあ、これはあのいわゆるあのお友達探検隊みたいな、あの今までのシリーズでいうところのお友達探検隊みたいなやつとか、あと信頼度っていうのもあって、この信頼度を上げていくともちろん戦力が上がるっていうのもあるんだけどね、あの他にもねいいところがありまして、例えばマリーちゃん選ぶでしょ、で、信頼度会話とかできるんですよ、上げるとなんかセリフが全部解放されるんですよ。だから女の子をめでることもできるという、例えばあなたと会えて本当に良かったなーなんてウヒーグヒーっていう遊び方もできるとこれやる人誰やねんみたいな話はあるんだけど、まあ、こういう遊び方もできるんで、まあ、信頼度を上げていただく必要もあるかなと。じゃ最後まとめ、どうやってこのゲームを進めていけばいいのかという話なんですが、まずは、メインストーリーを進めるということ、そして、まあ、デイリーは必ずやって強化素材を集めましょうということ、そして詰まったら強化を繰り返すということ、そしてオーブが溜まったらガチャを引いて強いライダーやオトモンが出たら育てるということ、まあこの辺です。あの基本的に他のソシャゲと進め方はあんま変わんないんでね、よかったら参考にしていただければなと思います。ぜひね神ゲーなんで皆さんも概要欄からダウンロードして遊んでみていただければなと思います。やべえちょっとあのカメラの電源が切れそうということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。